アルムブラストはドイツのメッサー・シミット・ベルコーブローム社により開発された対戦車敵弾発射機。合計 67mm の無誘導、使い捨ての無反動砲。なお、名称はクロスボウを意味するドイツ語である。1970年代後半にドイツのメッサー・シミット・ベルコーブローム社が開発し、後にシンガポールの ST ・キネティクス社とベルギーの PRB 社に製造ライセンスが売却された。NATO での採用は AT-4 との競合により見送られたが、後に AT-4 の後方に発生する爆風が、紫外線での欠点となり、M136CS に回収されたことを考えると、デイビス式無反動砲であったアーアンラストの平所射撃性は、ある程度時代を先取りした性能であったと言える。アーアンラストは、 無反動法でありながら、兵所でも安全に射撃できるように設計されている。FRP 製の発射器は使い捨てで、発射薬は全部に装填された弾丸と後部のプラスチック片の間にピストンを介して装填されている。弾丸と後部のプラスチック片は同じ質量である。射撃時に発射薬の燃焼ガス圧によって、ピストンが動き、弾丸を前方にプラスチック片を後方に同じ。 初速度で打ち出して、互いに反動を相殺する。射撃後、ピストンは方針の前後を塞ぐように止まり、方向炎の暴露を防止するとともに、高温の発射ガスを方針内に閉じ込めておく蓋の役割をする。後部に出されたプラスチック片は、空気抵抗によって、急激に運動エネルギーを低下させ、 離学距離が1メートルもあれば安全だとされている。弾丸は翼安定方式の成形作薬弾で最大300ミリメートルの走行を貫通可能とされる。アーンラストの弾丸2004年からシンガポールドイツイスラエルが共同開発したマタドールに更新されつつあるがフィリピンブルネーでは現役である。ありがとうございます。